鈴木隼人は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、小選挙区選出、元経済産業省職員、当役職は青年部副部長、1977年8月8日東京都生まれ、1996年に筑波大学附属駒場高等学校を卒業して、2000年に東京大学工学部を卒業、2002年に 東京大学大学院終了。終始2011年、東日本大震災の直後には、行政による復興のスピードに、もどかしさを感じ、仲間と共に、NPO 法人、ブルーフォート北を立ち上げ、児童養護施設への支援を継続している。2014年、経済産業省を退官し、同年12月2日、第47回衆議院議員総選挙に、 比例東京ブロックから自由民主党名簿第25位で出馬して初当選。2017年の第48回衆議院議員総選挙で自民党公認候補として東京10区から出馬。都民ファーストの会を支援するため自民党を離脱し、希望の党の公認候補となった若狭勝に比例復活も許さず2選。小選挙区では初めての当選となった。 認知症対策を主たる政策にしており、2019年には認知症基本法案を起草した。起草のきっかけは、鈴木が経済産業省の官僚時代に祖父母が認知症を発して政策の必要性を感じたからとしている。鈴木は祖父母の介護について家族だけで介護するのは本当に大変とした上で当時の状況を 経済産業省で働いていたんですが、そこではヘルスケア産業課という部署にいました認知症予防にも大きく関わっていましたと説明している。さらに当時の国会議員の様子を意外と認知症に関心を持っている人って少ないとして認知症と名のつく議員連盟はいくつかあるんですが、全く動いていないと政策に対して危機感を表している。法案提出に際して、 日本介護新聞の取材に対して、これまで国の認知症総合戦略である新オレンジプランをある程度評価しつつも、具体的な施策レベルにまで十分に落とし込めていないとした上で、時代の変化に伴って新たに重点的に取り組むべきとしている。法案については認知症の予防、認知症バリアフリー、尊厳の尊重の3つが柱だとして、我が国が向かうべき、 認知症対策の方向性を示した上で、施策も充実させていくのが目的だとしている。また、認知症基本法と認知症基本対抗の違いについて、認知症基本法は国会で対抗は政府が策定した戦略と説明している。子育てや少子化に関して、東京ヘッドラインの取材に対して、子供を安心して産み育てられる環境整備に加え、 少子化対策の本丸でありながら、政策的対応が遅れている未婚化対策に切り込んでいきたい、と語った。特に働く女性の子育てに関しては、従業員の子育てを応援することが大事とした上で、そうすることで仕事と子育ての両立が進み、少子化対策と経済再生を同時に実現するとしている。さらには、制度を整備するだけでは、 不十分で、上司主導で男性職員にも育休を必ず取得させるなど、仕事と子育ての両立を社内文化として浸透させるための取り組みが必要だとして、法律と運用の双方での対応が必要だと述べた。時事通信のインタビューで、新型コロナウイルス対策として感染が広がった時、国会での議論、法案審議は国民生活に直結するとして、 従来の国会運営ではなく、オンライン開催の必要性を述べている。鈴木は、やむを得ず、国会に来られない人たちが、オンラインで審議に出席し、採決に参加できるルールやシステムの整備が、必要とした上で、オンラインでの採決は、セキュリティの問題も考えると今すぐ実現できる、話ではない。今は、書面で賛否を投ずることができるよう、 臨時の特例ルールを作るべきだ。として、現状の法整備の不備を指摘した。また、法案改正に対して、野党にも同じような問題意識の方がいるとして、超党派での法案改正を進めていくとした。現在の世界の状況を、新自由主義グローバリゼーションの進行と分析した、上で、新自由主義への批判として、不安定な雇用や厳しい年金生活など、 新自由主義が社会を大きく変質させてきたことへの反省があるとしている。鈴木は新自由主義を批判した上で新自由主義的な路線を修正して社会的構成をより重視していく必要があるとして社会福祉などが手厚いいいわゆる大きな政府を目指すとしている。鈴木は母子家庭の貧困について海外との比較を示しながら 日本は母子家庭の貧困率が高いことを挙げ、働けば食える社会をどうやって実現していくかが重要だとした。方策として賃上げと経済構造の変換が必要とした上で、貧困世帯の子供への支援として、スクールソーシャルワーカーが必要だとしている。義父は総合エンターテインメント企業であるセガサミーホールディングス創業者、里見治。 同者社,社長の里見晴都氏は議形。ありがとうございます。